はい、こんにちは、タックチャンネルタックでございます。今回はですね、またまたサウンドピースさんから Bluetooth イヤホンのね、ご提供いただきましたので、そちらをね、使ってみたいと思います。今回使う商品はこちら、サウンドピース Bluetooth イヤホン True Engine SE でございます。前に確かね、True Engine っていうイヤホンね、紹介したことあったかもしれないんですけども、それのね、SE っていうやつですね。サウンドピースさんの中でも、ちょっとお高めな商品になっております。公式ウェブサイトを見ますと、唯一無二のサウンド、それぞれ2機の広域と低域ドライバーを搭載と。結構ハードル上げてますけどもね、大丈夫でしょうか。まあね、サウンドピースさんなんで、ある程度音質には定評あるんですがね。はい、それでは早速使ってみたいと思います。まずは開封。はい、それではね、早速上げてみたいと思います。はい。あ、小さいね。うん、ケースがコンパクトでいいですね。はい。本体と、これはイヤピースとケーブルかな？ケーブル。はい、イヤピース。そして、説明書と、まあ、この紙はいいか。はい、説明書もね、日本語で書かれております。はい。ケーブルがマイクロ USB ということで、はい。充電のところもね、マイクロ USB になっております。ね、本当だったらタイプ C の方が良かったな。で、よいしょ。ほうほうほう。あ、まあ、高級感ある作りですね。なるほど。あ、で、ここが物理ボタンに、あ、物理ボタンはいいね。うん。ちなみにですね、1回押すと再生と一時停止。右耳2回押しで音量アップ。左耳2回押しで音量ダウンです。次の曲に行きたいときには、右耳を長押し。前の曲に戻りたいときは、左耳を長押し。あとね、通話もできまして、電話をかけるとき、切るときは1回押し。電話に出たくないときには、長押しします。あと本体の側面にはですね、LED のインジケーターがついております。まあ、これでね、バッテリー残量が分かるようになってるのかな。よし、イヤピースを変更します。僕はいつもですね、一番小さいやつで聞いてるんですよ。イヤピースはね、絶対自分に合ったイヤピースにした方がいいです。その方がですね、音の聞こえがね、まるっきり違うんですよ。で、早速使ってみたいと思うんですけども、その前にちょっとね、このイヤホンの特徴なんですけども、左右それぞれに高音域強化ドライバーと低音域強化ドライバーの2機搭載しております。そしてベリリウムメッキツイーターを搭載。これによって音の歪みを最小限に抑えて良い音になるみたいですね。で、ダイナミック型デュアルドライバーとツーウェイクリスオーバーというね、その唯一無二の構造によって、非常にね、バランスの良い音を出してくれると。で、その他ですね、ワイヤレスイヤホンにつきものの音飛び音切れ、これの対策といたしまして、新技術 TWS プラスというものを採用しているみたいです。この左右のイヤホンはですね、独立してスマホに接続されて左右間の通信をなくしております。そうすることによって安定性が上がり、まあ切れにくくなるということですね。その他はですね、イヤホン単体で6時間以上の連続再生が可能になっております。さらにですね、ケースにもバッテリーが内蔵されておりまして、バッテリーフル充電で 3.5 回分の、充電に対応しております。で、このバッテリーケースと組み合わせると、約ね、27時間使用することができるみたいです。あとはですね、チップですけどもね、TrueAir 同様、クアルコン製の、QCC3020 が搭載されているので、まあ、そうですね、トゥルーエアと比較するのもね、面白いかなと思います。コーデックの方は AAC と AptX に対応。さらにですね、CWC8.0 ノイズキャンセルが搭載という感じになっております。はい、それではね、早速エイジングいたします。はい、エイジング、1時間のね、エイジングが終わりましたんで、早速ね、聞いてみたいと思います。あ、そう、フィット感なんだけども、こう、入れるじゃないですか。この後にね、
この耳の壁っていうのが耳のこの、ここの方にね、クッとこう、クッと倒すと、すごくフィットします。こういう風に回す感じですね。はい、聞いてみました。いやー、結構、難しいな。それではね、個人の感想です。トゥルーエアがフラットな音に対して、SE は低音重視の音質です。なのでね、ベースとかバストラがね、強調されてる感じなんですけども、今回聞いてて思ったのがね、ボーカルのコーラス。これね、他のイヤホンでは気にならなかったんだけども、特にね、男性ボーカルの低いパートがね、ちょっと前に出ててね、あ、こんなメロディーで歌ってるんだっていうふうに思いましたね。あとね、いや、俺難しいなと思ったのはね、聞くほどにね、だんだんこう良くなってくるっていうか、だから、1時間のエイジングで、足りなかったのかな。なんかね、ずーっといろいろ聞いたんですけどね、なんか耳が慣れてきたのか、だんだんよく聞こえるようになったんでしょうかね。あとはですね、音の輪郭っていうんでしょうか。こう一粒一粒ね、シャープに入ってくるっていうよりも、やや柔らかめに聞こえました。全体的に聞き疲れがしないですし、高音質なんですけども、若干そのね、低音が強い分、好みが分かれるかなというふうに思います。あと、トゥルーエアと比べると、ボーカルが、やや、こう弾いて聞こえるかな。うん。そんな感じなんですけどもね、まあ、簡単に言っちゃうと、トゥルーエアで、低音に不満のある方は、絶対にこっちです。はい、そんな感じですね。うん、やっぱりね、サウンドピースさんの音、コストパフォーマンスね、ほんと高いと思います。はい、ということでですね、今回はこちら、サウンドピースの、Bluetooth イヤホン、トゥルーエンジン SE を使ってみました。ということで、また。うん、やっぱりね、聞けば聞くほどいい音に聞こえます。